イキング場です。はい、ということで今回はね、こちら秘密戦士ファントミラージュファンブックっていうことでね、この前ねたまたま見つけて急遽買ってきてみました。今回はね、このファンブックの付録ファントミトランクじゃなくてファントミトランプを紹介していきたいと思います。はい、ということでね、改めましてファントミラージュファンブック、ファントミラージュ4人のね秘密を知ることができるファンにはねたまらない内容になっているんだけど、ここにあるようにこれはね知りたい人も多いんじゃないかな。なりきりヘアアレンジっていうことでね、この髪型ヘアアレンジの方法も紹介されています。ていうかね、本屋さんで気がつかなかったんだけど、これファントミトランクだと思ってたんだよね。これこのねファントミトランクの付録だから、こう小さいバージョンっていうかミニバージョン、それがね付録だと思っていたんだけど違ったんだね。ファントミトランプ、逆にね気になる感じだよね。じゃあね、早速ファントミトランプに登場してもらいましょう。はい、出ましたファントミトランプ。ファントミトランク型のケース付きっていうことでね、箱はぐるっとねこんな感じです。じゃあね、中身の方を取り出していきましょう。いくよ、せーの、ドン。お、これはすごいね。ほんとファントミトランクのミニチュア版って感じだね。ちなみにね、まだ開けてないんだけど、ファントミトランクがこちら。こっちのね、大きいファントミトランクには秘密キーを収納できるんだけど、今回の付録はトランプが入ってるんでしょ？どう入ってるんだろう？じゃあね、早速中の方も見ていきましょう。ここで開ける感じかな？お、いいねいいね。で、反対側。あれ？開かない。もう。えい！よし、開きました。じゃあ中身の方をオープン。へえ、こんな感じね。なるほどなるほど。で、これがトランプなんでしょ？あ、このフィルムも剥がさなきゃダメな感じだね。ちょっと待っててね。よし、やっと見れるね。じゃあね、もうまずはココミちゃん、ココミちゃん、ココミちゃん。あ、そういうことか。これね、全部絵柄が違うっぽいから、せっかくだしね、全部バババババッと見ていきましょう。まずはピンク色、ココミちゃんからだね。あ、ファントミリスティだ。後で紹介しなきゃな。あ、そっかそっか。ファントミハートだからハートの図柄なわけだね。気づくの遅いよね。で、9、10、11、12。あ、すごいね。ラストは全員集合か。これはいいね。で、続いて、お、ファントミスペード、サキちゃん。もちろんね、図柄はスペードです。あ、ファントミトリックだね。まだ買ってないんだよな。っていうか、すごいよね。付録なのにさ、もうカード一枚一枚ね、全部ポーズが違うんだもんね。さすがファンブックって感じだね。聞こえるキーか。買ってたかな？記憶にないな。確認しなきゃだね。お、スペードのラストも全員集合。ってなると、続いては、お、ファントミクローバー四つ葉ちゃん。もちろんね、図柄はクローバーになっています。お、ファントミペンダント。一応ね、買ってあるんだけど、このペンダントはどうレビューしたらいいのかね、ちょっと決められなくて、まだ動画にしていません。まあでもね、近々配信はする予定です。コスチュームもさ、あるにはあるんだけどね、前の動画でも言ったかな、さすがにね、ジョーが着るわけにはいかないので、これはいっか。ちょっとね、見てみたいよっていう声があったら、ぜひね、コメント欄でお知らせください。検討してみます。で、ラストが全員集合。さあ、続いては、ファントミダイヤ、セイラちゃん。図柄の方はね、もちろんダイヤです。あ、多分ね、3はファントミである。お、正解。これさ、おもちゃ屋さんで何回か遊んだことがあるんだけど、楽しいんだよね。でも高いんだよね。検討します。あ、ダイヤのファントミリング。これは単体でも売ってたし、確かファントミリスティでも使えたはずだから、買いたいな。あ、パワーアップ機？こんなの売ってたかな？これもちょっと調べてみなきゃダメだな。あ、クマチーだ。かわいいよね。で、ラストは、全員集合。あれ？まだある。あ、ジョーカーか。お、すげえ！逆さまじゃん。あ、確かにね、これはジョーカーっぽいよね。ってなると、ジョーカーはもう一枚か。じゃん！お、真逆巡査とギャンヌ所長とペーじゃなくて、アベコベでからね。すごいね、登場キャラクター全員カードになってるじゃん。あれ？でも誰か忘れているような。はい、っていうことで以上、ファントミラージュファンブック付録ファントミトランプでした。これはファンにはたまらないトランプだね。
いやーなんかこれ見てたらファントミカードコレクションも欲しくなっちゃった。もうね、見れば見るほどあれもそれもこれもってね、子供がね欲しくなる気持ち分かっちゃうから、ジョーのねいけない心が発動中です。誰かちょちょっと頂戴してください。あ、そうそう、このファントミトランプ、トランプとしてね遊べることはもちろん、ちょっとね中身を見せることはできないんだけど、このねファンブックの中でもファントミトランプ占いなんかもねできちゃうんで、ぜひゲットして占いをしてみてはいかがでしょうか。今回登場したファントミラージュの他にも、バイキンのジョーのチャンネルでは男の子向けにシンカリオンやリュウソウジャー、アニアの動画、女の子向けにリカちゃんやプリキュアの動画、他にもねアンパンマンやパウパトロールの動画など家族で楽しめる動画をたくさん配信しているので、よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとう。次回の動画もお楽しみに。バイバイキン。見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録お願いします。 Twitter、Instagram もやっているので概要欄からフォローお願いします。せーの、バイバイキー。